まあ、ゆっくりな本当に人と同じペースで歩けるようなゆっくりなレースですけど、そこで駆け引きとか、ね、迫力とか感じられるレースだと。サラブレッドよりも全然でかい180センチ以上あるような対抗であるような馬もいますし、体重は大体平均1トン以上はあるんで、からの処理だけでもう450キロあるんで、そこに前と後ろに重量入れるところがあるんで、そこに積んで、大体最高のレースになりますと1トン。200メートル、まっすぐなコースを走らせなきゃならないんですけど、やっぱり横に行ったりとか、嫌がったりして逃げちゃう馬もいるので、そこをまっすぐ走らせないとダメなので、そこをしっかり手綱で、よく出しながら。